あ、ここに大きな石がありますからね。ちょっとあの石を見てみましょうかね。これは天井石ですね。この大きさは。あれ削ってないね。それでもかなり平たいやろ。あ、やっぱり天井石やねこれ。こちらの方が北川やから、東大阪から、まあガスでわからんか、こっち市内ずーっと降るとね、ここに阿部の春風やな。で、堺城見えんか。これのね、大阪市内の眺めは抜群ですからね。いやー、いい眺めやね。これ豪掘ってやったんかね。すごいね。空豪かねこれ。こちらの方が河南町、ほんでここがずっとが河内長野で、手前が富田林、富田林ね、PL のとこがこれね。ほんでちょっとはっきり分からんけど、これ堺でずっと大阪市ね、というふうなね感じでございますけど、あれがね見えるかな、これは京橋かな、京橋のタワーかな。直線距離だとこんなことないんでね、距離は。2回落ちちゃうんだけどね、いつもなんか曇ってたんでね、あの見えなかったけど、今日よう見えますわ。そうそう、これ見とる場合じゃないな。ここも見なあかんがね。はい、これ見てみましょう。八伏山西五本。いつかね、これ。確か7世紀くらいやったな。7世紀ですね。これの大きさは、おそらくね、どれぐらいあるんやろ。7世紀になるとね、もう両方で。これやっぱり、これはどうだろうな。石碑っていうのよりも、せっかくでもいいかもしれない、これは。せっかくやな、これ。せっかくでございますね。中には入れませんね。天井石が大きいの1枚と、これはね、おそらく奥の石も1枚やね、左も1枚やね、右がちょっとわからんな、右が1枚2枚、右は何個か積んどんのか、え、どうやろう、1枚もんか、わからんな。いや、一枚もかもしれんな。上へセメント塗ってあるからね。セメント塗ってあるから。見えんけど一枚もやね、天井石も。で、こう見ると、ああ、両袖やね。ちょっと石がなくなっとるけどね。で、ここにね、唐子を掘ってありますからね。ああ、これは排水溝があるか、中央霊園の中でございますからね。はい、ありがとうございました。橋伏山西峰古墳でございました。
シートベルトを着用してください。軌道2号本を探し回ったけど分からなかったな。どうだったのね。綺麗なお墓が、面白いお墓がね、こんな墓見たことないでしょ。なかなか見れないですよ、この墓ね。はい、こちらが霧道1号墳でございます。あら、看板もなかったんかね。はい、失礼します。看板がなかったというのはちょっとびっくりでございますけどね。天井石が1個だけ残ってるわけですね。前回来たとこ、ここいっぱいね、クモの巣が張ってたんやけど、今日も張ってるな。あ、いただだ、頭あ、いただだ、あ、いっぱいクモの巣張ってますわ。あの上にあったのが、あの石がこの天井石灰です。そんな感じもしないじゃないね。これはちょっとあんまり来てないからね、ちょっと古いかな、6世紀かな。ああ、修復の跡が見えますね。セメンいっぱい詰めてる。あ、かさとになってるね。かさとでございます。セメンがいっぱいね。ああ、すごいね、これ。蜘蛛の巣がすごい。蜘蛛の糸が。これは特徴的ですね。このね、天井石が1個だけ乗ってる石の。ちょっと横から、上から長いと横、上から。いやー、この上にね、この石室、現実にね、これに、あの、大きな一枚分の石がはまると、ね、すごいんだろうけどね。高っ。だからね、円墳、12メーターの円墳ということで、ね、記載されてるんだけどね、高さ下からやったら、おそらく7、8メーターね、12メーター、7、8メーター、ちょっと寸法おかしいんやけど、いやー、いろんなとこもあったけど、これもなかなかよろしいね。特徴があってね。はい、ありがとうございました。霧道1号墳でございました。2号墳がちょっとわからないんだけどね。だからちょっと墓地を見てみましょうかね。こんな感じで、すごいでしょこの墓地。いろんなお墓見たけど、こんな墓初めて見たね。右の方は何だ、これは。右の方は、ずっとね、一個ずつ置いてあるからね、右の部屋、右の方してみよう。これ、ここもお墓でございますか。お墓やね。これも面白いね、このお墓も。はい、で右の方はまだ今からだよね。ほら、ここも全部埋まってないんだ。これ石の色はどういうことだ。別に関係ないか。女性やから赤じゃ。
ありがとう下げました。おお、ありがとう下げましたということはどこや。あ、これ桜島だな。ということは鹿児島の方かね。いやー、これまた面白いよ。これバラの花をね、荒池か、荒池さん、はい、綺麗にね、いろんな墓地見たけどこんな墓地初めて見たね。はい、すごいすごい。南の方はあの普通の墓地なんでね、ここだけかね、こんな感じのやつは。この北の方もあるんだけど、北もあんまりね、普通の墓地だったな。お、これはすごいね。これはどういうことだ。あー、なんか書いてあるけどね、なんとかかんとかわからんな。ああ、個人名前書いてあった。まだこの辺は入ってないのがいっぱいあんねんな、これ途中のがね。ありがとうございます。わあ、あれも綺麗やね、これ。ありがとうございました。これちょっとね、見てもらったこれ、これ綺麗やね。こんなの初めて見たね。コスモスがいっぱい、ありがとう。あ、下に名前書いてあるわ。はい、霧戸1号墳でした。ありがとうございました。